いつかのあなたに。星、最近いつ見ましたか？私、篠原ともえと一緒にスターウォッチングに出かけましょう。篠原流の星の楽しみ方教えちゃいます。さあ、あなたの大好きな星見つけましょう。いつでも光る窓がなんだか水の絵の具溶け出すような今君の絵の中いっそこのままで空がある。篠原ともえのレッツスターウォッチング。